事故現場事故現場の位置1979年ドニプロゼルジンク空中衝突事故とは1979年8月11日にウクライナソビエト社会主義共和国のドニプロゼルジンク付近で発生したアエロフロートのつマイナス 134A2 機による空中衝突事故であるこの事故で両機に登場していた178人全員が死亡した事故を起こした 航空機のうち一方は、つマイナス 134AK であり、ドネツィクミンスク間の定期旅客便として運航されていた。同機は、高度8400メートルを飛行しており、乗客77人、乗員7人の、計84人が搭乗していた。もう一方の航空機は、つマイナス 134A であり、同社のモルダビア SSR 担当部門が運航する。 チェリアビンスク・ボロネジ、キシナウ間の定期旅客便の最後の工程に入っていた。同期は前日の航空機と同じ高度を飛行しており、乗客88人、乗員6人の計94人が同乗していた。衝突前後の両機の位置管制官は、両機が交差する経路を飛行していることに気づき、ミンスク一機の便に9000メートルへ上昇するよう指示した。 その後、管制官はよく聞き取れない返答を聞き、ミンスク行きの便からの承認の返事であると誤解したが、この返答は、実はもう一方の航空機からのものであった。両機は、ドニプロゼルジーンシク付近の高度2万6000フィートの雲の中で衝突した。マイナス6万5735の右翼が、マイナス6万5816の全部胴体を切断した。その衝撃が、 キシナウ行きの航空機の周りを回転し尾翼が接触した。ミンスク行きの航空機は急降下して地面に激突し、キシナウ行きの航空機は分解し地面に激突し、粉砕された。当時のソビエト一部リーグに所属していた FC、パフタコールタシュケントの17人の選手とスタッフを含む両機に登場していた全員が死亡した。ありがとうございます。